1年前、俺は大切な人間を失った。今思えば11年前のあの時から俺たちの運命が決まっていたのかもしれない。俺がまだ東条会の二次団体堂島組にいた頃、俺には家族といえる仲間が3人いた。一人は同じ孤児院で育った親友、錦山明。もう一人は孤児だった俺を育ててくれたおやっさん、風間慎太郎。失礼します。そしてもう一人は子供の頃から愛し続けた女、由美だった。両親がいなかった俺にとって、その三人はこの世で唯一の家族と言える存在だった。だが、やっちまった、東条会の大幹部を。俺の目の前には屍になった堂島組長の姿があった。原因は堂島組長が由美に手を出したことだった。おい、しっかりしろ。錦、由美を連れて逃げろ。お前は行け、錦。由美を頼む。桐生は行け。かけがえのない二人を守るため、動くな。俺は覚悟を決めた。食事始め。刑期は10年。服役した俺には組織からの波紋状と由美が失踪したという知らせが届けられた。由美を頼むぞ。錦にもそう伝え。親殺しの汚名。組織から見放された俺は自分を見失いそうになった。だがそんな俺を忘れないでいてくれる人間がいた。おやっさん、風間のおやっさんだった。出所した俺は風間のおやっさんに会うため、そして何よりも服役中の10年間に起こったことを確かめるため、神室町へと戻ってきた。そんな俺を待ち受けていたのは、直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億、盗まれたってのは本当ですか？豹変したかつての親友と消えた100億を狙う屈強な男たちだった。おやつ！突如東条会に起こった跡目争い、次第に俺は事件に巻き込まれていく。俺は風間のおやっさんの言葉を信じ、事件と関係するという行方不明の由美を探す。だが、そこで出会ったのは一人の少女だった。少女の名は遥か。まだ9歳の女の子だった。はるかは母親を探すためたった一人で町へとやってきていた。単なる偶然の出会いだが、そんな少女と俺には一つの共通点があった。お前どうするんだこれから？私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？母親を探す少女は
俺が探す弓を知っていた。俺は遥との運命を感じつつ、彼女と共に事件を追いかけることとなった。お母さんからってこれをくれたの？だが、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。突如遥は100億の鍵を握る少女として組織から追われることとなってしまう。狙われ続ける毎日、俺は遥を守りながら弓と100億の行方を追った。そろそろ来ると思ってたよ。そんな時、俺たちの前に一人の刑事が姿を現す。伊達誠、元捜査一課刑事。11年前俺を取り調べたことがきっかけで人生を曲げた刑事は、失ったキャリアを取り戻すため捜査の協力を要請してきた。義龍、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。事件を追う元極道と現職の刑事。はるか、くそ。不思議な縁で組むことになった俺たちの間には、次第に友情が生まれ始める。しかし、桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。捜査一課課長須藤にマークされた俺たちは行き場を失ってしまう。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。逃げるぞ、桐生。警察との板挟みになった伊達さんは、俺たちのために警察を捨てた。事件の謎に迫る俺たちの目の前には、さまざまな人間が立ちはだかった。100億と跡目を狙う東条会の大幹部、島野太。やっと会えたな、桐生。そしてその島野組の若頭を務める男、真島五郎。よう、桐生ちゃん、探したで。歴戦の修羅場をくぐり抜けた者たちとの戦いは壮絶を極めようとしていた。そして10年前死んだ堂島宗平の妻、弥生。堂島をやったのはお前なのかい？彼女の一言は俺に重くのしかかった。だがそんな俺にも利害を超えた協力者が現れた。ホストクラブスターダストのオーナー和樹、そしてホストの優也、近江連合の寺田。風間のおやっさんに導かれた出会いは俺に勇気を与えてくれた。そして彼との出会いが俺と遥を事件の真相へと近づけさせた。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。通称才の花屋、カムロ町の地下に根付く伝説の情報屋。出るぞ、桐生。セレナの映像だ。花屋の情報を得た俺たちは、事件を陰で操る男の存在を知ることとなる。花屋によると、こいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織、 MIA ってのがな。東条会から消えた100億、それは一人の政治家が関係していた。神宮恭平。消えた100億はこの男が東条会に預けた資金だった。金を生み出すために東条会を利用し続けていた神宮。100億強奪はそんな神宮から東条会を守ろうとした人間たちによるものだった。その犯人は一馬。金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。ついにたどり着いた事件の真相。
だが。ハルカ、おやっさん。島野から命がけでハルカを守った風間のおやっさんは。風間さん、おやっさん。事件のすべてを俺に告げると。遺言状だ。許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の本当の親父でした。隠し続けていた俺の秘密の過去を明かし、この世を去っていった。全ての真相を知った俺は、遥と共に100億が眠る地、ミレニアムタワーへと向かった。そこにはユミが待っていた。そしてハルカが探していた母親は。よかったな、ハルカ。ユミだった。お帰りなさい、カズマ。親子としての再会。だがそのつかの間の幸せは長くは続かなかった。なんだ。やってきたのは100億を取り戻しに来た神宮恭平だった。神宮は東上界に見切りをつけ、関西の組織近江連合と手を組むことで日本の裏社会と表社会を牛耳る計画を立てていた。神宮は風間のおやっさんの協力者だった近江連合本部長寺田を罠にはめ、どういうこと。俺たちの前へ立ちはだかった。そうだよ。だが。な、何。ユミ、もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。ユミの命がけの勇気とおやっさんから受け継いだ意志を胸に、俺は東上界四代目桐生一馬だ。俺たちは神宮を打ち破ることができた。しかし、全てが終わったと思われた時、そこに現れたのは。終わったか。これでようやく落ち着けるな、錦。10年という時を経て変わってしまった俺たちは、戦い合うしかなかった。そしてその親友は最後に俺とハルカを救ってくれた。ユミ、ユミ。風間のおやっさん、ユミ、そして錦山。全ての友を失った俺は生きる希望をなくしていた。ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。そんな俺を救い出してくれたのは伊達さんと遥だった。俺は東上界の跡目を同じ風間のおやっさんの意志を継ぐ男寺田へと託し、東上界と別れを告げた。そして
遥かと生きていくことを決めた。